新型コロナウイルスのワクチンに関する相談を受け付ける専用のコールセンターが15日に開設されます。厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスのワクチンのコールセンターは15日午前9時に開設されます。ワクチンに関する質問や相談を広く受け付けるということです。言語は日本語のみで100人程度で対応するということです。 番号はフリーダイヤル0120-761770で午前9時から午後9時まで土日祝日も実施するということですワクチンに関するコールセンターは各市町村や都道府県にも設置される予定で個別の接種スケジュールや接種会場については市町村のコールセンターに問い合わせてほしいとしています